東京五輪パラリンピックのテスト大会関連業務をめぐる談合事件で、競争入札で落札した広告会社など9社が、その後、本大会の実施運営事業を随意契約で受注した際、委託費用が大会組織委員会の見積もった最低価格、予定価格と比べて平均で3割増加していたことが26日、関係者への取材で分かった。特捜部と公取委は25日、本大会の運営上の課題を確認するため、実施された五輪パラのテスト大会の計画立案業務などに関する入札に絡み、落札した9社のうち、広告大手、電通などを独占禁止法違反、不当な取引制限の疑いで家宅捜索。9社はテスト大会の時とほぼ同じ競技で本大会の実施運営を随意契約しており、事前の受注調整の影響で大会経費が膨らんだ可能性が浮上した。最も増加幅が大きかったのは、独禁法の課徴金減免制度リーニエンシーに基づき、公取委に自主申告した広告会社の旧朝通ディッケーアディケが交わした契約の一つで、予定価格約6000万円に対し、最終的に3倍以上の2億円超となっていた。特捜部は、大会スポンサー契約などをめぐる、組織委元理事の汚職事件の捜査の過程で、談合疑惑を把握、入札前に落札企業側の意向を取りまとめた。リストを電通から押収した。組織委側もリストを共有し、受注調整に関与した疑いがあると見て捜査している模様だ。